さあ始まりました、ケビン竹谷チャンネルのどうも、北竹です。噛むない。ケビンです。いや北竹ってさ、言いづらいよね。分かる。タが並んでるからさ、タが2個並んでる、タタタタってね、言いづらいよね。自分でも噛んじゃうっていう。で、前回は前回は、あの、教室、はい、で授業してるところから、はい、鍵を取って、先生が逃げた。やばい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 。さあ、そこはかまんねえ。で、エレベーター上がって、やばいやばいやばい。で、今ここ。で、なんか、右でね、なんか書いてるやつみたいなね。そう。だし、まあ、今回、この学校に入って罠がめちゃくちゃ多いっていうのと、多いね。なんか敵が、敵？子供も敵じゃん。で、一番のボス、うん、首が長いボス、うん、もう気持ち悪いし、ただ単純に敵が怖いの。怖い、うん、不気味、うん、全部不気味でさ、ちょっと気になってたのさ、お前、うん、さ、うん、あの生徒とさ、うん、髪型同じじゃない？シャーッ。俺がいっぱい出てくる。そうそうそう、うん、ね、ちっちゃいお前がいっぱい出てくる。まあ、そう思ったら可愛いかもな。え劇場版リトルナイトメア2あったら、じゃあ俺、あれ役やな。お前がたくさん。うん。ちっちゃく CG。俺でかいからさ、身長。ちっちゃくして、シャーッ作るか。バチーンだったら、あれ。撮影して作ろうか、じゃあ。ケビン役誰か、じゃあ。ケビンは誰だろうな。まだ出てきてないね。出てきてないよね。うん、確かにね。劇場版の。でも俺出れんよ。顔出さん。あ、そっか。そうだそうだそうだ。危ねえ危ねえ。うん、あの、頭割れてるやつとかだったら結構、うん、正体不明だもんな。そうなると最終的に敵しか出てくる。あ、ちょ、俺だ。そうやんな。うん。俺が七三にしたらあんなになるから。うん。分け目ちょっと逆やけど。そう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 。やっべ。な、これ、あの、ハンマーでぶったたくんだよね。ハンマーってなんかパイプみたいなのあるよな。あ、あれパイプか。狙われてます。こいつが動ける範囲が、うん、あの落書きが書いてある範囲だと。あー、なるほど。ということはどっから行こうかな。あ、だからこれこけてる時に行くのか。うん、よし、行こう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 。で、一回ここでストップする。そうだね、多分ね、そこまで来る。うわー。え、ちょっとオーバーしてきたな。うん、全然嘘、可動域が全然違うじゃん。なあ、こことあっちじゃ飛び乗ってきたよ。なんやろ、じゃあもう角度的な問題なんかな。見える。ちょっと待って、一回、やっぱ無理無理無理かも、無理かも。いや、そこはいける。え、ちょっと待って、こっち来たの間違いだな。なあ、もう一回戻んなきゃいけないな。いや、多分角度の問題で長く見えるだけやった。あ、ほんとに。うん、なんかで、ハンマー取ってぶん殴る。ぶん殴ってて、なんか今右側がさ、ドアあったじゃん。うん、ドアがさ、なんかちょっと壊せそうな感じだったから。うん、あいつ拾って壊さなくちゃいけない。最短距離、最短距離。うわー、来たー。これタイミングゲーだな、感じ。うーん、チャンスは1回しかないね。タイミング角度ゲー。うわー、ちくしょー。うーわー、悔しい。こっから、よし、もう行け。最短距離、最短距離。いけるか？いける。よっしゃー、きたー。こいつらさ、なんかさ、うん、頭割られて動けなくなっちゃう。うん。あの、頭割られて動いてるやつら何なんかな？確かに。ね。だから、本当は首のここなんじゃない？後ろ。なんかな？うん。進撃の巨人みたいに。あ、そういうこと。角があんだよ。何かしらの。シャシャンって切って。そうそうそう。あそこを切ればもう再起不能みたいな。感じなんじゃない？そういうこと？そう。もう開いてる。あー、で、そこに置いてくるパターンね。うわー、ずっと持っときたいな。またあるじゃん、お前お気に入りの。すっぽん。うん。これややこしいからね。レバーと勘違いするから。そうね。ワンの時もね。そうそうそう。レバーと勘違いしながら。うわー、帽子がある。あれ、ワンで出てきたさ。うん、あれだよね。帽子だよね。あれ取れないかな。あれ、あ、確かに。あれ被ればいいよ。あ、てか、帽子として。ちょっと待って、あったよ。あったあった。あった。あれ？あ、帽子の中に。うん、あったあった。三角部、ほら。あ、これじゃん。じゃあ。取れる取れる。ちょっとじゃあ戻ってさ、ちょ
ちょっと一回撮ってみね。どうやって思うんだっけ。そっかそっか、そういうことか。あれ撮れればさ、撮れるわ。あれつけた。え、嘘。あ、さっきの、あ、ちょっと待って。いやでもあれ、なんか床と同化してた。左のやつ。マジ、うん、あの、さっき被ってたやつ。そうそうそう、あいつが被ってたやつ。ダメ、床になってた。床になってた、うん、あれあ、でも、そうだよな。だからどっかのタイミングであるのかもしれないし、うん、か、もう通り過ぎたのか分かんない。あ、無理だ。ダメか、いけねえか。俺のほんとジャンプがまた下手なのかもしれないし。ダッシュジャンプでしょ、逆のジャンプ。あ、じゃあもう、引っかかるもんな。単純にちょっとジャンプ、ちょっと戻って。ほら、あ、ほんとだ。床と同化してんの。なんか床に描かれた絵みたいになってる。うん、絵みたいになってる。あ、でも今後あるかもしれないからちょっと見ておこう。三角も欲しいね。欲しい。あいつになりたいね。で、抱きしめてほしい。え、抱きしめてほしい。誰に。え、同じ女の子に。かわいいっつって欲望出してくんだって。あ、そっか、俺三角帽かぶればよかったのか。今度からかぶっていこう。三角帽かぶってもね、あの、30の、ちょっと待って、いる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 、奥ちょっと待って、無理、僕あの箱あるべ。うん、うわあ。食われたギリアウトだったの。アウトやったな。うわ、マジか、そういうことか。見られちゃいけんの。うん、あいつ首長すぎやろ、マジで。そしてやばいって何が、やばいって、うん、口で来るの。そう、鳥だよ鳥。早く早く見るよ。水盤で来るから気持ち悪い。ね、やばい。じゃあ下にいる。うわぁ、気持ち悪い。マジ怖いよ。ね、行ってるじゃん。やば。てかもう定年しろよ。ああ、68ぐらいじゃない、年齢的に。たまになんか作ってる。アナウンサーがさ、議員サッカーあったらこんな顔の人おるよな。うん、わかる。目だけ笑ってない。口だけなんかさ、うん、あの、なんかいるよな。もういろんな人に会いすぎてってやつでしょ。そうそう。お前もうちょいなんとかならんのか、その表情みたいな。ちょっと待って、これ上だよな。上だな。何、なんかバチバチやってるの。なんか叩いてるの。叩いてるけど見えない。よし、これはこっからか。こっからだよね。え、違う。そのなんか坂の前、板がなんか、あ、ここ、そこの列、この列か。嘘、俺は奥に見える列。ここか。そこよ。ほんとだ。お前のまたジャンプベタが出るとか。ああ、出るとか。でもここも首伸ばしてくるもんね。絶対に。ここ鳴らしちゃいけないし。だからそこまた隠れられると。あ、ほんとだ。でも、どう行くんだ。え、だあっちに行かなきゃ、右行かなくちゃいけないんだけど、で、あ、多分板が、あー、はいはい、下ろせるんだ。下ろすと音が出るから、あそこに戻ってやるんじゃねえか。そうだね。か、一か八か行こう。行っちゃうか。あ、行けるんだ。見よ、行っちゃう。見よ。うおーい、来てやるーい。こっちだよー。ちょっとゆっくりってか。危ねー。結構落ちる。うわ、移動してる、ね、探し回ってる。もうバレてるね、侵入者発見みたいな。そりゃそうでしょうよ。ちょっと待って。え、あれだよね、チョックが来るよね。ね、ちょっと待って、どうやって行くんだ。図書室下かな。下だよね。本いっぱいある。図書室やね、多分。図書室。いや、あの先生でもう切り持ってんじゃない、この学校は。うん、大変だね。俺大丈夫。音出すなよ。はしごんで、はしご、あっち行けんのかな。行ってみる。あ、でも死ぬか。高さ的に死ぬんじゃん。どうしよう。あぶ。あ、大丈夫。いける。ちょっとあっち行ってみようか。これさ、はしごの下さ、シャリついてんじゃん。
動かせんじゃない横に。あっち行ってみていい、行かなくていい、行ってみてもいいんじゃない、死ぬやん嘘、奈良くんの外みたいなこと。向こうダメなんだって、ね、向こうダメなんだ、向こうダメなんだ、なんだよ。いや先生出てきたとこに行くのかな。いや多分先生向こう側いて俺らこっち側進む的なあれなんじゃないかな。そうだね、ほらレールついてて上にで下車輪ついてるから動かせるから。であっち行くのか、右側に行くってことね。そうね、あの右のさテーブルさ伝えてさ、うん、そうだね、右側に行くんじゃないかな。そうだね、まあ、セーブ入った。えこれはちょっと、これ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 ダッシュじゃない、ダッシュじゃない、ダッシュじゃない、うわー、ちょっと待って無理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 、ちょっと怖っ、早い早い早い、スライディング、うわちょっと待って、もう来ない、もう来ない、いや、来る来る来る、絶対来る絶対来る、だってもうバレてるもん。なあ、来るのはそうだけどさ、あの人、聞きは良すぎない、あそこで引くもん、あそこで引く、だから、で多分次の罠があるってことだよ。え、これ下は下も奈落の底。どんな土地ですか。えぐい構造してる。本当に。誰だよこの密設計したやつ。誰だよマジで。あ、これまた来るよね。多分あの間から来るよ。ほらいる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 。めっちゃいるよな。けど、うん、ちょっと待って先見よ。あっち行くんだろうな。なあ、映るのはいいけどさ、これ逃げ場ねえじゃん。うん、教えて。とりあえず行く、とりあえず行っちゃっていいんじゃない今。行く。あ、バカ。セーフ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 。おーい、ほらこっちだよ。見てる見てる見てる。ちゃんと動いてる。やばいやばい。本当はあれじゃない、なんかぐるぐる回りながらさ、うん、あの先生かわしたはずだったそうなの、わかんないけど。セーフ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、絶対来る、こっち。来る来る来る。すげえ。あー、ちょっと待って。どこ行けばいいの。ちょ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 。やばい、バレた、バレた、バレたえってことは、ここ、あ、無理だ、無理だ、どこ行こう、どこ行こう、どこ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 、教えて、教えて、教えて、あー、どこ、ちょっと待って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 、なんで手が届くところも、ちょっと待って、早い、ちょっと待って、ケビン、喋らないで、どこ行くの、教えて、ちょっと待って、違う、違う、違う、無理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 、やばい、やばい、やばい、積んだ、え、これさ、一回さ、一回さ、この本のさ、隙間でさ、しゃがんでさ、ちょっと待ってて、バレるって、さっきしゃがんでたよ。行け行け来たよ、だから隠れられてなかったんじゃないですか。そういうこと、あ、そういうこと、うわぁ、ふざけんなよ、怖え。あいつやばいな、やばい、なんかさ普通に手で捕まえればいいものをさ、うん、なんであえて口で捕まえに行くんだよ、あいつ気持ち悪い、ふざけんなよ、本当に気持ち悪い。で、どこ行くんだ、右じゃん、ここあいつが行った方じゃん、先生が来た方、ちょっと行ってみる。先生が来たとこ。あ、先生が来たとこね。左。いや、死んじゃう、絶対。死ぬか。うん。死ぬか。いけない。ダメか。じゃあ、いや。うん。それ、あれか。奥の本入ってる箱じゃない。出てこい。出てこない。出てきた。あ、出てきた。これだね。それ臭いよ。うん。この辺はちょっとね、もう大丈夫。それもうわ、怖かったエグかった俺、あれ続くんだろ、今回俺、普通にあの先生、ちょっとトラウマになるかもしれない。いや、トラウマだよ、もうやばいって怖いって、マジいや、怖さ尋常じゃないね、ツー、ちょっとなあいや、でもさっきのお前のプレイすごかったな。何あの、ポーンって打って、もうすポーンってまあな、ほら、俺上達してっからやっぱり、そこは多分本当はあれ多分あれやで、先生がぐるーっと待ってきて、あ、もうぐるぐるってやってるのを全部なんか多分避けるあれが発生してたんじゃないかなと思う。そういうこと、うん、あ、でなんか、まあ、そっかずっとなんか先生があっちぐるぐるしてた、うん、多分それがあったのを多分避けたい。あ、で、いれないなって捕まってたままで、うん、あっち行くんだ。そう行ってから降りてってことかじゃない。じゃ
俺やばいことしてたんだ逆に。バチバチすんの。うやるやんって思った。やるんでしょ俺。やるだ、やるときやるんだよ俺は。どこ行こうかね。あ、鍵かかってるわ。なんかそろそろこういうところでさ、帽子出てこねえんかな。でもこれさっき三角帽じゃん、多分ここでゲットするのはかな、わかんない。なんでそんな決まったみたいな。いや、あ、いっぱいあったからさ。まあ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 。ねえ、うわ、溶け落ちてるわ。怖いね。5時50分ぐらいで止まってる。5時52分ぐらい。うん。で、何が起きたんだっていう。左手もなかった。え？なんもなかった、なんもなかった。ああ、そう。うん、見せた見せた。馬の絵だ。馬の絵？馬の絵。ほら。多い。それ馬なの？馬、馬。俺も、ちっちゃい時こういう馬描いてた。ロファーにも見えるし、犬にも。こういうちっちゃい子ってロバとか知らないから。これこれだよな。プレイメント音楽隊とかあるやろ。うん、知らない。あっ、これ違うわ。上に乗せんじゃん。ああ、そうか。投げなくてよかった。ああ、でチェスの駒だね。そうだね。ルーククイーンズギャンビって。え、クイーンズギャンビ、クイーンズギャンビ知らない？知らんじゃん。見てない？ネットリックス。見てない見てない。本当に面白いよ。あ、クイーンズ。うん。どういう話？ね、チェスの話。え、縛られてね。ピアノの音聞こえてる。うん。で、縛られてるよ、俺が。お前、お前が王冠かぶせられて縛られてるやん。おお、ふざけんなよ。あれかな、キングの代わりになっちゃう。あ、俺が、俺が、やっぱ俺キングっぽいもんな。でも縛られてる。囚われのキングって。囚われてる。で、ありました。え、この上に多分はめてくんだとは思います僕。ああ、でクイーンズギャンビットって、ああ、そのチェスが上手い女の子がいるんだけど、ああ、それで成り上がってくっていう。へー、面白いんでぜひ見てください。主役可愛いんだよ。またで世界観も良くて、これなんだ、なんかの暗号だよね。あー、あれがキングだから多分。あ、キングがだからその、あの位置と同じような感じで、うん、あの上のところはめてあげればいいんだよ。あー、なるほど。ってことはさっき何やったっけ。あれクイーンってやつ、上にあるやつ。あれは何、あれはクイーンじゃないかな。あれもキングか、キングかクイーンか。あと、あーおー、右上か。で、あの真ん中にいるやつがキングなのね、俺でしょ。わかんないけど、そう、お前で、で、手前をだから自分たちのキングにして、で、右がルーク で、ルーク、左上が多分ビショップなのかな。へぇ、あった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 、あるよね、あるよね、あるよね。これをじゃあそれの上抜いて抜くんだ。あ、で左持ってって、気持ち悪いな。ええー、なこれ校長先生じゃない。先生か。そう。歴代の。随分となんかあれやね。ちょっと待って、これは何？左上なんちゃう。あ、左上か。これ校長先生で。随分とファンキーな。そうそう。顔した校長先生や。まあファンキーな先生と生徒がいるからさ。ファンキーというかなんかトゥーンというか。あ、うん？ちょっと待って、さっきあったよね。あ、だからそう、ルークが多分左のあのはめたやつをそのまま持ってくんだと思うんだけど。持ってきましょう。そしたら動くんだ。ではさ、ちょっと待って、あの上のやつ取らないといけないじゃん。うん、だから左上のさ、今さビショップ入れたところにさ、ルーク一回はめたらさ多分上に乗れるから。なるほどね。だそれで取るんじゃん。手間をかけさせやがって。本当にな。はいはいはい。でこれで多分乗れて上乗れるよね。お、外してあれ？で？乗れる乗れる。つけて、ちょっと乗っかる。乗って、乗って、乗って、で取れると。はい。でそいつが多分この絵絶対ノームだよ。ノームだね。だから関係してくんだノーム。かな。話関係してんのか。うん。だってあれ絶対ノームだよ。だから。それがそっとだね。だってね。で
多分ルークが右で、ここだよな、ショップが左、ここだよね、うん、うわーでもこいつ動き出しそうだな、やっ動き出しそう、動き出しそう、あの、バナナ離れて、あれ何もなんで、多分こいつもう死んどるって、死んでるし、あのライトがついたんかな、あ、そういうこと、うん、何のために、まあね、あれなんかぶら下がるとか、わかんないです。だからさ、あそこルークがさ、だから、うん、登れるじゃん、だから道もさ、ね、ちょっと一回こっち行ってみない、あ、何もないのか、え、ない、何もないか、そこそこそこ、何もねえのか、ここはだから、頭の、ビショップの頭のとこだっただけ、 あっただけか、はいはいはい、そう、で、多分割れないえ、ちょっと、だ、多分誰もが今割れるかも、なんか隠し扉鍵あったな、犬ちゃんで、うんこしてるわ、犬、うんこってか、なんか正面やなあれ、足上げてんのか、尻尾なんかよくわからんけど、減ったな、犬やな、俺の方がうまいわ、犬やんな、うん、犬や、俺の方がうまいってマウント取んなって考えろって俺の方がうまくて、絶対あんな小さい小学生みたいな、うんこしてきたね、よし、下急ごう、そうやな、鍵見つけたしな、うん、手間をかけさせやがって、まったく、まったく、うわー出てきそう、いや、こんなところで出てきたらもうよ、びっくりした、今落ちるかと思った大丈夫だよ、こんな意味わかんないところで落ちて死ぬなってやばいっしょ、やばいっしょ、ゲーム初心者じゃないんだから、初心者でしょ。いや、だって俺リトルナイトメアクリアしてんだぜ、まあまあまあ、リトルナイトメアはクリアしたから、うん、まあ、言ってもまだよ、まだまだまだ初心者で、うわぁ、給食室じゃん、食堂か、食堂、なんか掴んだ、じゃがいも、じゃがいもだ、ああこいつはお腹減んないんだね、6と違って、ああ確かに、こいつはなんか変ないタイプの人だ、ちょっと待ってな、ここ行けないもんね、うん、絶対なんか手前だよ、やだ騒がしいもんな、めっちゃいるんやろな、だから、うん、あいつらが、はいはいはい、絶対もうここら辺は俺関数弱くなってる、はいはいはい、もう上見えたもん、これでしょだね、それ多分登れるんや、うん、登った後怖いわ、なあ、右行きたくないなあ、左は行けない、あれこれやろう、扉行けるかもしれない、行けた、あ、行けんのね、え、おばさん、給食のおばさん殺されてる、ソーセージ、ソーセージ食べようとして死んだの、違うよな、でもなんか唐辛子だ、肉に埋もれてるよ、いや、ソーセージやろ、ソーセージか、何これ、ライト欲しい、上とか乗れないの、え？おばさんから乗れる。あ、乗れる乗れる。あ、いけるよ。なんかないかな？帽子とか。暗いんだよね。奥、奥さ、あそこなんか上に。気になんない。気になんない。なんない。その上って登れない？登れない。登れないんだ。いけない。ごめん踏んじゃって、帽子あるかなと思った、うわー、ないか、残虐じゃん、うわっ、投資やな、投資か、冷凍庫か、完全に投資じゃん、だからあの人以外にいたんやろな、先生が、なん、それは全部殺されたい、でもなんか伏線になるかもしれないから、もう覚えておこう、よし、うん、そこでみたいな、おい、ちょっともうちょい、もうちょいこっちだった、相変わらずこの辺がな、そうね、あの、前後の距離感、うん、つかめない、うん、俺がね行こう、ペッパーミル、いいの使ってんね、ね、金もあるよ、さすが料理男子、うん、いるね、いるね、
あれお玉だね。わかった。すぐキャッチして、うん、殴る。いやー距離近いなーにしても。だから、降りる、掴む、ぶん殴る。降りる、掴む。めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。ぶん殴る。え、ちょっと待って。いたし、まず、まず掴む。で、なんなら右上にいるよ。いるわ。いっぱいいる。あ、めっちゃいるやんな。多分あれ全部来るで。だけど、最初のやつがもう倒せない。最初のやつは近づきすぎちゃいけないんちゃう？いや、もう近づくしかないよ。お玉取るから。降りて、ゆっくりお玉近づいて拾ったりとかできるから。いや、でも降りたらもうバレない。バレてたよ。入ってる時にバレてないよ。こっからこいつは来る。でこいつもで右だ。はい、オッケー。で来た来た。あいつも来る。いやあ、ざっせ。なんだこれ。頭残ったね。なんかあるのあるのかな。多分拾えないですか。あ、えこれが第4の帽子。あいつの顔初めて見えなかった。うわいっぱいいるわ。あ、もうここは仲間としていくのか。うん、倒せないんだ。なるほどね。じゃあこれはうわやっべ、これ落としたら終わりだよな。うわそうじゃん、そうじゃん。走ってもダメなのかな。ねえねえ一緒に遊ぼうよ。仲間入れてくれない。昨日のさスパイファミリー面白かったよね。ハマってるね。うん、ねえ昨日のチェーンソーマン見た？面白かったよね。おい。ねえ。来てない。うん。やべえ。見た？こいつの顔。俺にそっくりだった。やばい。全部同じだよ。劇場版。劇場版やったから。お前がいっぱいいる。俺がこうやってやってる。やべえやべえ。ちょっと待って。荒れすぎじゃねえこの学校。やばいな。やばいやん。あんだけ厳しい先生だって、うん、こんなにやれるやっべ。バレてるバレてる。これ多分ジャンプできないよね。できんね。できないよね。これ奥じゃん。こっちか。うわ投げられてる。ああそっかそっかそっか。しゃがみか。これの投げてるやつだった。ああ危ない。うわやっべー。悪ガキくそやろ本当に。ちょっと待ってちょっと待って、ね、あの女の子の顔すごいな。なほっぺたがすごいことになった。何やってんのこいつらマジ。分からない。やばい荒れすぎだろ。飯を食え。やばいな、うん、誰も誰一人としてない。だって奥見てる。川の上で縛られてるよ。ほんとだ。いじめられてるじゃん。なあ、あれは俺役やだな。でもなんか顔と髪型はお前やね。ね、完璧完璧だ。やべえ。後編のやつはなんかおとなしいな。うん、ゆっくり行こう、ゆっくり。なんか喋ってる。あ、かわいい。縄跳びしてるわ。やってたな、懐かしいね。やったね。確かに、小学校1年生ぐらいだ、じゃあこいつら。ああ、うん、わかんない。うわ、ちょっと、ほら完全に割れとるやつ。割れてるやつもいるわ。かわいそう、入れねえんだろうな今。おい、え、ここ画面右上よなあ。あいつは悪ガキだぞ。あれ絶対なんか落ちてくるガキ大将なあ。あ、そういうこと。え、違う、なんかさ、そういうことか。そう、とりあえず端っこぶら下がってるのか。端っこもいけねえな今回。いけんな。ちょっと待って、あ、ちょっと、ちょちょちょ、あぶねー。そういうことすんなって。喧嘩しよう。ちょっと待って、どこ行くんだ。あ、このままこう、いける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 。落ちてこなかった、落ちてこなかった。落ちてこねんかい。あー、ぶねー。セーフ。今絶対流れ的に落ちてくるやつやん。な、な、セーフ。なんだ、簡単じゃん、ここの子。あー、いけたね。余裕。あれ、上か。いや、多分こう、ボタンあるから。な、なんか、でもなんかないと押せないじゃん。これこれこれ、それ投げれる。重そうだけど。こ
これ椅子じゃねえのか。あ、瓶やろ。瓶か。重すぎやろ。それ上登っちゃう。登るのか。なんか多分押すやつを、うん、上に探してみて。割れんの。もの重すぎるやろお前。ダイエットせえ。なるほどね。あ、これ左行って、苦手なジャンプだね。苦手なジャンプ。そして奥行きがまたつかめなくなっちゃうパターンかな。いや、バレちゃうよこんな音出したら。まあでも今追ってくるやついないがいい。そうだね。ちょっと待ってね。これで右ジャンプしてつかむんでしょ。でこれつかむんだよね。え、右登ってからじゃない多分。え、でロープ上にさあるけど、多分ジャンプしてもロープつかめん。ロープ、あ、ほんとや、これロープか。多分右行ってこの棚につかむんだよね。そう、棚につかまってからだよね。うん、こっからジャンプだよね。ダッシュジャンプの方いい。ダッシュの方が良さげな気がするけど。よし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 、で、よしよしよし、可能限り上はあって、で、このロープを、ロープだね、ここのままでいい。もっと上行けない。いけない。あ、これ限界？横？あ、こっからしか行けないのか。行くか。行くしかないね。よし。よし、来た。で、振って？振ってあっち移動。うん、移動移動移動。もう一回。もう一回もう一回。よいしょー。よし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 。多分これだよ。木の実。木の実なんですか？これ木の実でしょ。脳みそじゃん。誰の？知らんけど、だって他のビーさ、子供たちの脳みそ。マジ？うん、サイズ的にも。だからじゃあ、あいつはどうやって研究者？いや、それはもう関係ない。だから脳みそが実験台なんだよ、なんか。あ、全部脳みそ取られてんだよ、かわいそうに。他にもなんか手とかいろいろあるのかな。あれ、割れた？わかんない。まだ降りてみようよ。これだよな、鎖だよな。多分そうだね、あのフックあるやん。フックだよね。そんなに助走つけないじゃん。しかも引っかかったし。やーべ！嘘やろ。え？セーフ。セーフセーフ。あっぶねー。マジか。え？なんでなんで。え？落としたやろ今。脳みそ。で、降りていけばね。降りるんでしょ。これ降りれる？ここから。死なない？降りれるでしょ。あ、フックつかまなくてよかったのか。いや、本当はフック掴むよ。なるほど。うん。あ、ギリ助かった。じゃない？え、脳みそは？あれじゃない？上じゃない？上の瓶じゃない？これか。おお。これか。危ない危ない。本当は多分あのフック掴んだら、うん、降りれるとかなんかなと思ったけど、うん、なんかすげえ高さから降りたじゃんだって。おお。で、ギリ助かったんだ。よく死なないなと思ったもん。うわー、プルンプルン。ちょ、待って、でもさ、あいつらの脳みそやったらさ、うん、こんなプルンプルンしておかしない？おかしくないよ。なんで？だってもともと人間なんだもん、あいつら。本当に？うん、そうそう。人形じゃない？人形じゃない。人間人間。もう脳みそ取られて、生命になっているわ。ちょ、一回、この辺にしとく？この辺にしときますか。さあ、こっからどうなるかっていう感じだ ね、 だね。いや、いたな。いたな。うん、いや、もうなんか見たくないもん、あっち。うん、そして奇跡的に助かってる場面もいっぱいあるな。そうね。うん、多すぎる。びっくりしてる。やっぱゲームの神様は俺に味方してくれてんだ今。う、 うん。じゃあ次回ここからそうだ、ね、とこの脳みその謎もね、解いていきたいと思います。本当に解けるかな。はい、いや、僕はそうだと思います。あの子供たちの脳みそです。あ、本当に。はい、かわいそうな子供たち。だから一番の悪はあのおばさん、おばさんをやっつける。あ、首をちょん切る。俺はちょん切れるか。うん。ああ、そっか、うん、ワンのね、手長いやつの下りから見るとちょん切ります。切れるかな。次回やってやります。近い。怖い怖い怖い。やばいやばいやばい。めっちゃ怖いってめっちゃ怖いってめっちゃ怖い。早い。そして置いてかれてるよ俺。
Thank you.